何番目ぐらいですかね、50何とかですかね、これ。結構いますよね。いや、ちょっとね、前回全然、前回前々回か、麻雀物語打ったんで、今日はどうしよっかな。まあでも大体朝一は窓まぎ行ったりとかして、でふらついてから麻雀物語行ってたね。まあ今日も朝一はふらつきながら、あ、まず、まあ絆はね、ちょっと足50弱だったんで、まあそれは無理ですよ。急に方向性を失ってしまい、今迷子です。毎回迷子になるな。まあ、一応これも麻雀ですよ。あ、そうだ、赤木にします。ちょっと打ったことないんですけども。皆さんこんにちは、東条リオです。今回リオタイム3回目の配信となりました。ありがとうございます。早速ですね、台の方は赤木を取ってきました。やっぱね、麻雀つながりということで、やっぱね、本業麻雀プロなんで、赤木でねバンバン出していきたいなと思います。そしてこの後麻雀一局勝負があるので、ぜひ皆さんそちらにも注目してください。それでは一局勝負行ってきます。お疲れ様です。じゃあちょっと親決めからやりましょう。親です。あ、でも全然喋ってもよくて、みちです。どうだ、いやー、もう一曲しかないから、リーチです。おー、力のもらえない、うん、すっごいリーチかけるってと叩いてたんですよ。千二千です。あ、でもリーズも二枚かけるですね。あ、本当ですね。リーズもタイヤを。あ、ありがとうございます。分かりました。ありがとうございます。親です。で、振ってください。はい。よろしくお願いします。みたいな、
してる。そして爪引きリーチ。この4枚引いて転売ました。すごい。完全に打つことどうすんの。本当ですよ。妨害したんだけどね。ね、妨害したけどね。一発は消えて、漫画のところが一三にいる。そうです、漫画じゃないですか。でも一瞬ちょっとあのチーピン塗った時こう見えて、あ、ロッピンなくなった。片方なくなった。片方なくなった。そう、なかったさ。いや、よかったです。ありがとうございました。やっぱ萩原さん、いい声してるな。ショー。ライブさせていただきます。ガセが多いな。しかし、これはでもまあ、タイヤを目指すならペイですけど、オロチの3色もあるので、まあ、3P 打つ方もいればもうチースを浮かせ打ちっていう方もいるんじゃないですかね。このハイだと、この手ハイだと。やったー。しかも、しかもピンドロップ。おー、赤毛死んじゃった。はい、4枚目です。青かー、まあ、何も言えないよりは。おお、成功。
マジですか。あ、やっと。いやー、やっと。あー、かい、頑張って。まあでもこのケツまで行けばね。イエーイ。ドラさん、赤木漫画。いやー、長かった。851ゲームうわやっと。長かった道のりが。マジスマーちゃん、負けた。マージャンで運使い果たしちゃったのかなっていう感じですかね。なんでまあ実戦の方はあんまりいい結果残せなかったんで申し訳ないんですけど、また次回頑張るんで、ぜひ皆さんよろしくお願いします。リオタイムをよろしくお願いします。ありがとうございました。実戦終了、お疲れ様でした。もうなんだろう、この虚無感っていうのかな。いや悔しい。いや、まあ、そうですね、まず、まあ、終始からまずいきたいと思います。投資がですね1551枚、そして回収がですね、ポケットが1枚ありました。まあ、ジャグラだったらね、この1枚でいつも回すんですけど、今日回せなかったね、この回収1枚でトータルがマイナス1550枚でした。あーっていう、なんか意外と実はそんな負けてないっていう、あれだけねずっと通常上して本当天井間近まで行ったんですけど、なんか意外と、ま、心的にはもうね、もう3000枚4000枚ぐらい負けぐらいのイメージだったんですけど、ま、意外と行ってなかったんで、ま、新基準ってありがたいなっていう感想ですかね今日は。まあ最初麻雀が調子良かったんで、まあ、一局勝負で上がりがもう上がれたのもあったし、なんかもうかなり今日は勝てる気しかしてなかったんですけど、まあ終わってみると麻雀で運を使いすぎたって。もう麻雀がですね最近ほんと調子良くてですね、まあいろんなとこ勝ったり、リーグ戦も昇級しましたし、ほんと麻雀の調子はもうずっと良くてですね、なんですけどほんとスロットが勝てない。やっぱこう運ってね、どっちか偏っちゃうのかなっていうなんかあるんですけど、まあでも本職の方がね調子いいんで、まあ、気持ち的にはもう全然いいです。今日もですね、たくさんの方に遊びに来ていただいたんで、一回勝負だと本当に打つ方が少ないっていうので、まあ、今回から一回は確実に放送するんですけど、放送とは別で、あと 1、2局、抽選から漏れた方から、まあ、打てるようにっていう感じにしたので、次回も遊びに来てくれた方割と高確率で一局勝負参加できるので、ぜひ皆さん遊びに来てもらえたらなと思います。次回は、今回私勝ったので DVD プレゼントです。そしてチャイナは来ません。ということで、リオタイム、なんか最後ね悲しい感じの終わり方になってしまったんですけど、ぜひ皆さん次回も見てください。ということで今日はありがとうございました。